シシド城1933年12月6日から2020年1月18日は、日本の俳優、タレント、司会者。血液型は、B 型。シシド城事務所所属。愛称は、エースの城。ゴーエイは、実定。シシド海は、長男。シシドフミエは、長女。千秋直美は、義妹。大阪府、桜宮出身。 宮城県白石高等学校卒業、日本大学芸術学部演劇科中退。父親は、現在の福島県伊達市の出身。母親は、神奈川県横浜市の出身。関東大震災時に、大阪に今日移し、父は、大阪の商社、アーサーバルファーに勤めていたが、工作機械を扱う会社を起業して独立し、満州事変の特需で百五十万円も受けた。 この後、ジョーは、大阪で出生。ジョーという名前の由来は、獅子時計が小沢さんだったため、この子を、最後の子にしたいという両親の思いがあったからだという。家のあった桜宮は、下請けの町工場と、温泉マークがあったため、環境に悪いと3歳から5歳の頃、家族で、東京滝野川へ移り住み、父は仕事を辞めその後は亡くなるまで定職に就かず、 1300坪くらいの家を建て、一家は裕福な生活を送る。小学6年生の頃に、東京大空襲で自宅が全焼し、跡地は土さくさに紛れた何者かに座られ、奪われてしまう。遠い親戚を、頼り宮城県際川村に疎開。当地に、父が家を建て、高校卒業まで当地で育つ。勉強もスポーツもよくでき、高校では、 バスケットボール部に所属。映画もよく見て、プロ野球選手か、実業団で野球をやるか俳優をやるか考え、1952年、高校卒業後、早稲田で演劇をやろうと試験を受けたが落ち、日本大学芸術学部に進む。同期に、K.C. 広報、砂塚秀夫、赤江幕、嵐徳三郎ら。大学へ入学するが、2年の時に、 日活に合格したために中退。1954年、日活ニューフェイスとして入社。警察日記1955年、警察日記での若い巡査役で銀幕デビュー。この頃は、線の細い美青年だったが、1956年にトレードマークとなる、包教手術を受ける。本人は、それはそれでいいんですが、 一方ではもし整形しなかったらもっとすごい俳優になれていたかもしれないっていう意識も常にあったんですよと10回するがこれを機に悪の強い役イコール悪役への転向を見事に果たした。法教の際に注入された異物は2001年に摘出手術で取り除いた。摘出手術に踏み切った理由を理由の一つに僕は70歳を前にして 普通のジジイの顔になりたくてやっただけと語っていた。映画や、創世期のテレビドラマ、事件記者などに出演。タフでハードボイルドな役柄で、小林明らとと共に名を知られ、日活アクション映画の需要もあって、エースのジョーと呼ばれて親しまれた。エースのジョーのニックネームは、日活の宣伝部員によって名付けられ、これはシシドが、ハリウッドの三流ギャング映画的な、 殺しや上でやりたいというリクエストに応えたものだった。シシドが考案した、チッチッチのジェスチャー映画の衰退とともに、テレビへと活動の場を移し、テレビドラマの他に、小泉全部ゲバゲバ90分に出演したり息子と、食いしん坊を、万歳のレポーターを務めた。2006年、息苦しさを感じ、心臓血管研究所附属病院での検査の結果、 拒血精神不全と診断されて、即入院。感情動脈、カテーテルバルーン手術を受けた。2010年4月16日、妻と死別。1966年には、鈴木誠の設計で邸宅を建てるも、2013年2月4日に、全焼。妻の死去後は、一人暮らしで、外出時の出荷だった。 直後のホテル住まいを経て、翌月からは賃貸マンションで暮らした。消防署の調べでは、古い電熱機の高度が原因だと判明。この火事で、思い出の品々や、過去の衣装、日用の衣類までほぼ、すべて失い。本人は、しょうがない。今後の衣服はユニクロで、我慢するかと語った。2020年1月18日、拒血精神疾患のため、 東京都内の自宅で死去。86歳没。1月21日未明に東京都世田谷区にある自宅で倒れているのが発見され、警察や救急隊により死亡が確認された。2021年第44回日本アカデミー賞会長特別賞を受賞。担当俳優映画、ドラマ、ありがとうございます。